扇刃とは、長硬葉と木葉とか冠葉と族に分類される、蝶類。インドネシア、パプアニューギニア。全長70センチメートル。全身は暗青灰色。くちばしの基部から目を通り、後頭へ続く筋模様は黒い。喉は黒く、胸部は暗赤紫色。翼の先端に灰青色の反紋が生える。頭頂に、先端が白い大型の線状の羽毛が生える。 以下の亜種の分類、分布は IOC ワールドバードリスト2に,に従う。標高600メートル以下にある乾燥林や浸水林、湿地林などに生息する。2から10羽の小規模な群れを形成して生活する。危険を感じると地上10から25メートルの高さの木の上へ飛翔して逃げる。果実や種子を食べる。採食は地表で行う。繁殖様式は乱生。樹上に 木の枝や葉、茎等などを組み合わせた皿状の巣を作り、1個の卵を産む。放卵期間は30日。ヒナは4週間で巣立つ。飼育下では生後15ヶ月で産卵した例がある。森林バスや農地開発、道路建設による生息地の破壊、羽目的やヒナも含めた食用の狩猟などにより、生息数は減少している。 1975年のワシントン条約発行時から、カンムリバト族単位で、ワシントン条約付属書通に掲載されている。インドネシアのパプア州及びパプアニューギニアでは、法的な保護の対象とされている。ありがとうございます。